今日はあそこの東洋コーヒーに泊まります。お、着いた。わあ、お、結構広い。広いです。はい、本日の宿に到着しました。今日はね、東洋コインです。久々に泊まったかも、東洋コイン。疲れた。なんか新幹線が長かった。まあでも無事着いたので、あとは明日寝坊しなければ完璧。はい、完璧。ちなみに今日は珍しくですね、謎柄の服で来ました。めちゃめちゃ謎でしょ。久々にしっかり謎柄です。私のトレンドマークですね。そして私がなぜ部屋の中でもマスクをしてるかって言いますと、実はね、歯列矯正を始めました。歯に今金属がついてる状態なので、あんまり見せたくないんだよな。なのでね、しばらくマスクつけてる理由は歯列矯正です。笑った時に見える金属がね、私もあんまり好きじゃなくて、明日はねマスクして、みんなとお会いするので隠せてよかったなと思ってます。どうしようかな、軽くルームツアーしますか。はい、この部屋の角にはですね、ドライヤーと、あ、鏡あるじゃん。あ、これメイクしやすい鏡だ。鏡ありがたい。そしてお電話とリモコン。あ、テレビどこだ。あ、これか。テレビこれだ。テレビがこれです。部屋をぐるーっと見回すとこんな感じです。シングルのお部屋ですね。サイドにこんな感じにサイドテーブルがあるわ。これは便利ね。そしてコーナーの下にはケトルとコップ、金庫かな、ゴミ箱があって、冷蔵庫は一人用のちいこいのがある。はい、こんな感じで、ここはユニットバスかな。はい、ユニットバスですね。こんな感じです、はい、シンプルです。シンプル is the best。 はい、アメニティは下から持ってくるタイプだったか。そういうことか。ベッドの広さはねこれぐらいです。でもね、一人では十分広いんじゃない。思ったよりも広い。外の景色でも見てみますか。駐車場ですね、うん、もう8時になるんだ。早いな。明日は8時半集合なので早く寝ます。はい、本当はですね、駅弁を岐阜羽島の駅で買いたかったんですけど、売ってなくて売り切れだったんですよ、うん、ちょっと時間が遅かったかな。買ってきたのがこれで、ちょっとひもじいぞ夕飯。かなりひもじい。お酒ないのになんかおつまみも買ってきちゃったし、ひもじいな。せめてこれ4ブロックのやつにすればよかったな。ひもじい。明日がめっちゃ楽しみ。めちゃめちゃ楽しみです、本当に。今年はこういうイベントをもっとたくさんやっていきたいと思うので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。そして今日はですね、本当はもうちょっと早く着く予定だったんですけど、動画編集が終わらなくて、こんな遅くになってしまった。夜だからさ、何も売ってないし、すごい真っ暗だし、びっくりしちゃった。今ね、新幹線の中でも動画編集してたんですけど、今夜も動画編集します。っていうのもね、今週ね、長尺の動画1本とショート動画2本しか上げられなかったんですよ。ちょっとペースが悪かったなと反省しております。なので来週はもうちょっとたくさん出せるように、今から動画編集頑張ります。ふぅ、眠い。はい、でね、旅行の時はこういう、バッグを持ってきてまして、これ視聴者さんからいただいたんですけど、めちゃめちゃ便利です。じゃ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 ん、めちゃめちゃ詰まってるスキンケア商品ですね。もうスキンケアだけどんだけ使うのってぐらい。でもこんな感じでね、一つにまとまるのでめっちゃ便利です。吊るすところもついてるので、そこら辺にね吊るしておけば楽。旅行する人におすすめです。これをゲットしたんだけど、これはどうやって使うんだろう。岐阜旅コイン1000ポイント、岐阜だけで使える、なんかこう割引券みたいな感じなのかしら。はい、お風呂にお湯を張りました。ビジホのお風呂にねお湯を張ってる人初めて見たって動画で言われるんですけど、私は結構入りたい派。今日の入浴剤はこちらにします。これ、こちらもね視聴者さんからいただきました。ありがとうございます。金木犀の香りかな、可愛いよね。あったかい。私はやっぱね、お風呂浸からないとやっていけないんですよ。明日楽しみだな。はい、おはようございます。やっと支度が終わった。8時今21分、8時半集合なのでギリギリ間に合った。今日もこのセンチャンズキャップをかぶって、服装はねこの青色のチェックにしてみました。急いだ、めっちゃ急いだ。ということで今から岐阜二輪館に行ってきます。よし、急げ急げ。
はい、到着しました。今から岐阜二輪館に向かいます。お、じゃじゃん。お、ここから。おはようございます。おはようございます。あ、今日サランラップ。この間と商品がだいぶ違う。だいぶ違いますね。面白い帽子もあるんだ。じゃあ店内散策してきます。今日も二輪館のジャケットを着てます。なんと岐阜二輪館からは岐阜城が見えます。見えますか。おお、上にバイクあるんですね。こっちはバイク館。あ、バイク館なんだ。なるほど、広々してますね。あ、ヘルメット。おお、ヘルメット売り場めちゃめちゃ充実してるわ。すごい。このね、ヘルメット売り場がすごく多いのも特徴です。うん、めちゃめちゃ多い。おお、インカムもたくさんあります。ツーリンググッズがね、すごくたくさんあるそうです。お、あ、私が使ってるカルドの新しいやつがありますね。これ何、これ、かっこいい。わーい、作ってもらった動画クリエイターせんちゃん、ゆるゆるバイク女子、名札作ってもらいました。あ、これレディースコーナー。あ、レディースウェアもある。へえ、かわいい。これもかわいい。これめっちゃかわいいわ。タイチなんだ。水色でかわいい。そろそろ下に向かうか。こちらがフロアガイドです。こんな感じ。やっぱりヘルメットのね、エリアはすごい大きいですね。店外はこんな感じでいろんなブースが出てます。外にもアパレルとかつなぎとかが出てます。ああ、すごいたくさんいる。ありがとう、もう来てくれたのね。はい、お待たせいたしました。ミニチュアのサイパーながらでオープンです。どうぞ、いらっしゃいませ。サインはこれにかけます。ミニ色紙。今こんな感じで書いてます。ちょっとこう持ってもらって、はい、こうやって贈呈しました。来てくれてありがとう。ありがとう、ありがとう。嬉しい。こんな感じで渡しております。はい、やっと一段落です。声が枯れてしまって、ちょっとあんまり声が出ないんですけど、どうにか午前中終わりそうです。午後のスタートいたします。午後はニット帽にしてみました。ありがとうございます。午後も順調に進んでおります。お、はい、ありがとうございます。お気をつけて、気をつけてだって。また、ありがとう、ありがとう、ありがとう。はい、無事に16時になりました。おしまいです。皆様お越しいただき本当にありがとうございました。はい、ということで今回は岐阜二輪館にて1日店員さんになってみました。たくさんの方が来店してくださって本当に嬉しかったです。ありがとうございます。またこういったイベントをやっていきたいと思いますので、ぜひぜひお近くの時はいらっしゃってください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。バイク動画もどんどん増えていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。それではせんちゃんでした。バイバイ。